こんにちは、住吉たまきです。もうすぐ夏がやってくるということで、レジャーとかもめっちゃ増えてきて、日焼けをどうしてもしちゃう時期になってくると思うので、今日は私の日焼け後のケアについて紹介したいと思います。ちなみに日焼け対策については1個前の動画で上げてるので、もし気になる方はぜひ見てみてください。日焼け後のケアでとにかく一番言いたいのは冷やすことです。日焼けして家に帰ってきてちゃんとメイクを落としたら、冷えたタオルとか、あとは保冷剤とかでもいいですし、水風呂とかでもいいので必ず冷やすようにしてください。で、この間ちょっと私もどうしてもずっと外にいなきゃいけない時があって、結構日焼けしてしまったんですけど、その時は水風呂に入りました。もう絶対に焼きたくないと思って水風呂に入ったら、日焼けで熱を持ってたのもあって意外といけました。ずっと水風呂に入ってるのも体を冷やしすぎちゃってちょっと体に悪いので、保冷剤とかにタオルを巻いて冷やすのがいいのかもしれないです。あとはお風呂出た後とかは顔も体ももうたくさんの化粧水で保湿してあげましょう。顔も体もめっちゃたくさん塗れるのは量もたくさん入ってるやつがいいと思うんですけれども、私はハトムギ化粧水というものを使ってます。化粧水だけだと上から油分がないので、油分で蓋をするために顔には乳液とか体にはボディクリームを塗ってあげてください。私はボディクリームはこのフィアンセのボディミルクローション使ってます。このね、ボディクリームはなんといっても匂いがいいです。で、塗ってもそんなにベタつかないし、私はとてもお気に入りです。これはもう2本目です。あとは日焼けした時におすすめなのはアロエです。アロエは鎮静させる効果があるので、肌のほてりとかヒリヒリ感をなくしてくれます。あとはちょっとネットで調べてみたんですけれども、アロエには新陳代謝を良くする効果もあるので、シミや小じわなどを予防する効果もあるみたいです。昔おばあちゃんがアロエを育ててて、おばあちゃんがここに大きいシミがあったんですけど、植物からアロエを抽出して綺麗さっぱりにシミがなくなってて、めちゃくちゃびっくりしたので、本当にアロエは効果があると思います。ちなみに私が今使っているのはこのアロエの 97% のものです。この間新大久保に行って買ってきたんですけど、 97% で多分一番高いと思います。いろんなお店を探し回って 80% とか 92% とか 95% とかあったんですけど、 97% が一番高かったです。これは新大久保のポップスキンというお店で買ったんですけど、ポップスキンアロエ97スリングジェルというものです。 300ml 入ってます。中身はこんな感じでジェルになってて、つけるとねスーッとして気持ちいいです。で、塗った後はすごいひんやりします。これはですね、500円でした。もう一個このアロエの横に置いてあった商品で気になるやつがあったので、もう一個買ってみました。それがこちらで、ちょっと竹の形をした入れ物に入ってて新しい感じなんですけど、これはバンブー抽出物 97% 配合のバンブースージングジェルというものです。これも 97% 竹のエキスが入っています。バンブーエキスはこのアロエと同様に日焼けの後の肌を鎮静させる効果があるんですけれども、それに加えてアミノ酸とかも入っているので、肌のターンオーバーを促してくれるそうです。こっちは800円だったんですけど、これと一緒にセットだと1000円だったので買っちゃいました。こっちの方は、まあ、アロエと似たような感じなんですけど、匂いはこっちの方がいいかもしれないです。こっちも別に悪い匂いじゃないんですけど、バンブーの方が私的にはいい匂いかなと思います。で、化粧水のお話を次したいと思います。日焼けした時はすぐになんかビタミン C 入りの化粧水とかを使いたいなと思いがちなんですけれども、実はそれは間違いで、日焼けは炎症と一緒なので逆効果になってしまいます。肌のターンオーバーの周期とかが崩れてしまう可能性があるので、すぐには使わない方が良さそうです。日焼けしてからだいたい3日くらいは肌が敏感なので、最初の3日間は本当に肌を冷やすこととか、優しめな化粧水で保湿してあげることとかを優先にして、だいたい1週間くらい経ってから美白の化粧水とかを使うようにしてください。私も日焼けしたばっかりなので、もう少ししたら使おうと思っているのがこちらです。これはですね、スキンフードで買ったものなんですけれども、プレミアムトマトホワイティングトナー化粧水です。トマトにはリコピンとかも入っているので、みずみずしい肌になります。ちょっとチラシに書いてあるんですけれども、プレミアムトマトとはオーガニックトマトのことで、通常のトマトよりも栄養価が高いそうです。トマトにですね含まれるリコピンは抗酸化性が非常に高いらしく、ビタミン E の100倍と言われてるらしいです。
リコピン以外にはビタミン B、C や肌を丈夫にするカロテンとかも豊富に含まれているらしいです。私はこのシリーズを化粧水、美容液、クリームを買ったんですけれども、全部朝昼晩使えるタイプです。すごくわかりにくいんですけど、塗るとすぐに即効性があって白く見せてくれます。なのでもうちょっとしたらこれを使いたいと思います。美白の化粧水を使っても美白の効果は出るんですけど、角質を除去してくれるアイテムを一緒に使うとより美白効果が増します。まず古い角質を除去して肌がワントーン明るくなるのと、さらに化粧水とか美容液が奥まで入り込むのでより効くらしいです。私が買ったのはストロベリーなんですけれども、本当にこれね、ジャムみたいな感じでイチゴの匂いもすごいんですよ。あ、めっちゃいい匂い、食べたいめっちゃ甘い匂いするんですけど、実際砂糖も入ってるんですよ。砂糖もちょっと調べてみたら、砂糖の化粧が古くなった角質を剥がしてくれるので、お肌もツルツルになります。濡らした肌にのせ、優しくこすりながらなじませると、水分と体温で砂糖が溶け出し保湿してくれて、肌を柔らかく保ってくれるそうです。料理をしてて食べ物に砂糖を加えると柔らかくなるのと同じ原理だそうです。これはスクラブなので週に1回ぐらいでいいらしいので、結構持つと思います。サイズが2つあって、私はハーフサイズのものをちょっとお試しで買ってみました。ということで、今日は私の日焼け後のケアと化粧水とスクラブについて紹介しました。もうとにかくね、日焼けしたら冷やすことが一番重要だと思います。あとは前回の動画で言ったように、体内に栄養があるものを取り入れることかなと思います。そこで時間帯によって食べちゃダメなものもあると紹介しているので、気になる方はぜひ見てみてください。その動画を概要欄にリンク貼っておきたいと思います。では今日も見てくれてありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。Bye.